自分が正しいっていうところをまずちょっと一回見つめ直すといいかな。え、岡田さん。はい。質問を答えたい。はい、答えたいというので、はい、あの、質問を持ってまいりました。ああ,ありがとうございます。はい、下行ってください。そこ CM をしなくていいんで、<ー>下ってください。はい,はいはいはい。<laughs> はい。一番下の方ですね。はい。コヒさん。えっ、ー、と、意思は誰にでもあるというけど、実際はない人間も多いよ。うん 恵まれた世界しか見えてないかなっていう質問が来てます。うん、おなるほど。それに対して私は、はい、えっとお、意思のあるコメント勉強になります。<laughs> あるだ、ね、<laughs> 最低だなら、おっと。<当>なんでこれ、も2週間前に何やってんですか、あなたは。<laughs> まあまあ、でもね。<laughs> なんか、まあまあまあ、もう、なんかもう、もうこういう、あコメントいただけることはありがたいんですけど、なんかもうこういうあら探しマウントを、 もうやめませんもう、なんか時代的にも古くないもん。そうね。うん。うん、うん。なんか、なんか石は誰にでもあるけど、実際はない人間も多いよって。じゃあ、ない人間がいたとして、うん。で、だから何な,なのって。うん。うん。それでコヒさんはなんか関係あるのって。うん,うん。で、その、あなたが石が誰でも、 石を持ってないと思ってる人間だって心の深いところでは石あるよ。うん,うんうんうん。ね。うん。だから。立体はね。そうそうそう。<ー>だから、もうなんか、浅いところでしか物を見ずに、うん。なんか自分の意見が正しいんだって主張する生き方は、うん。なんかもうそろそろ卒業しませんかって。もったいないよね。うん。なんか時間の無駄、自分も。 うん。うん。なんか、石があってもそれを言えない人の方が多いんだよ。ってことよね。そう。だから石を持たない人って決めつけちゃいけないの。うん。絶対あるんだから。うん。今は逆にその言えなかった人たちが声を上げやすいようにしようぜっていう時代に入ってるのね。うんうんうん。うん。だから石は持っていいんだよって言わなきゃいけないのよ。そこよね。そう。うん。よくするんだったらね、そうそうそう。 だそれをやっぱりか、石を持ってない人もいるよ。あんたは恵まれた世界にしかいないんだって言う時代はもう終わったんだよね。うん、ほんと。岡、うんうん、田さんはほんと恵まれてないからね。かわいそうなぐらい恵まれてないから、石ぐらい持たせてあげてほしい。本当と、思う。心の底から。かわいそう。岡田さん。 ごめん、今まで下に見てた人からそんなこと言われちゃった。<laughs> てますね。いやいやいや。本当と、石持っていいんだよ。本当に、君は。自分をこうやって、あれするけど。えー、いや、本当石持っていいの、僕。石持っていい。恵まれてる。君は恵まれてる、十分。本当。そんな悲観的にならなくていい。え、持っていいの持っていい。頑固たる石持っていいのい頑固たる石を持つと君は危ないから持たない方がいい。<laughs> あんま持ちすぎると。もう誰にでも噛みついていくから。 ガブガブと。あ、ただ、いや、本当実際ない人、人間も多いよっていうのは、ちょっと、偏りすぎて。偏りすぎ。うん。あの、人をしたり見すぎ。うん。あって言えないっていうのが。あるけど言えないっていうような。そうそうそう。こういう人が言えなくさせてるのよ。うん。うん。だからね。そう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 。でもちょっとその時代は終わっているので、え、卒業してほしいなと思います。はい。 あれとね。ね。じゃこれから岡田さんも勇気が出たって、意思持って生きていきましょう。やっぱりね、こう、誰か、なんかこう、ニュースとかにとか、いろんな炎上とかもそうですけど、うんうん、やっぱ、誰かを咎めて、こう、自己表現する時代はもうやめた方がいいよ。うん,うん。うん。いろんなとこでせ、弊害っていう、出てきてるよね。うん。い、う、ろ、ん、んな意味で、うん。うん。あの、 <laughs> なんかプラスになるかっていうとならないから。うん。うん、マイナス多いよね。そうさそ,そ,そういうことそういうことそういうこと。そういう時代に逆行しちゃっているからね。うん、そんなんだってもう人間がずっと昔からそれやってきてずっと失敗してるわけじゃない。<laughs> <laughs> そうだね。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> もうその失敗からいい加減学んだ方がいいんじゃないかなっていう感じですね。うん、ね。はい。はい。 AI とかは意思ないけどね。うそうだね。だうん。うん。結局、そっち系のままにいるともう最後 AI に負けちゃうと思うよ。そうだね。うん。うん。そこはだから意思持ってるのは人間。うん、AI は意思持たずに淡々とやってくれるっていうその住み分けは、ね。うん、そう。そう。そうすると今度は人の足を引っ張ったりとか、うん、なんか人を生きづらくする人の方が邪魔になるから、うんうん。今度は AI が、えいえいええってそういう人たちをこう、 借り取るような時代になってくるから。からね、うん。うん。ちょっとこのコヒさんは考え方を変えた方がいいかなと思います。なんか、ね、自分が正しいっていうところをまずちょっと一回見つめ直すといいかな。ね。そうするとちょっと大人になるかもしれない、ね。うん。はい。っていうのが全てが正しい岡田さんからの意見でした。すぐ。ありがとうございます。<laughs> 全てが正しい矢口さんから <laughs>、えー、最古版をいただきました。あ, <laughs> ありがとうございました。はい。 はい、といった感じで、我々質問をもらえればすぐに質問に答えるので、質問どんどん欲しいですよね、岡田さん。あ質問欲しいです。ね、岡田さん、本当質問に答えることがもう生きがいでずっと生きてるわけですからね。質問に答えることのために生きてます。<laughs> 言わされてる感がすごいで、ね、す。<laughs> だから、最後にじゃあ質問募集してください。はい、質問を、はい、ご質問、ご相談がありましたら、えー、それを答えるために私は生きているのです。<laughs> と思いますので、えー、どしどしコメント欄の方にあ <laughs>、えー、げてもらえればと思いますけど。わ <laughs> <laughs> かりままししたそうします